どうも、阪神タイガーズ応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月4日、阪神 VS ソフトバンクの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました <laughs> まあ、あのー、こんな言い方はあれなんですけども、そのオセロ状態が続いているという中なので、まあ、その、勝てるんじゃないとかっていうね、あのー、<laughs> 何の根拠もない、 ものを持って今日の試合を観戦してたんですけども、まあしっかりと買ってくれましたね。しかも交流戦で初めてじゃないですかなんか、まあでも怖かったんですよ。怖いには違いなかったんですけども、交流戦で初めて、まあちょっと気が楽に見えたなという感じな試合でしたね。えー、このまま明日も買っていただかないとというところですね。うん。 だから今日はね、めちゃめちゃ喜ぼっかなっていうふうに思ったんですけども、明日勝ってこそ喜びたいというところでございます。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番セカンド北条選手、3番ファーストマルテ選手、4番サード大山選手、5番レフトサンズ選手、6番ライト佐藤選手、7番キャッチャー梅野選手、8番ショート中野選手、9番ピッチャー青柳選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで打撃陣から見ていきましょう。 チカモス選手ですね、4打数2安打2打点1三振です。レフテイのにヒット、センターへの2点タイムリーヒット、ファーストゴロ三振という感じです。やっぱりね、チカモス選手が先頭で出てくれたら、もうここに尽きるんじゃないかな。まあ、ここ最近ちょっと打ててないなというところもありましたし、 ま、出塁することによって相手にね、揺さぶりというか、ま、ピッチャーに対してもそうやし、キャッチャーに対してもそうやしっていう感じでね、ま、初回から点を取れたというところはね、ま、近本選手の力ありきっていうところはね、もうめちゃめちゃあると思いますし、こういうところでね、出てくれたらもっともっといいなと思います。え、そしてタイムリーヒットも、ま、ここはね、青柳選手がめちゃめちゃいいバントを決めてくれたからこそっていうところではあるんですけども、こういう場面で初級から振りに行ってね、2点タイムリー、これは素晴らしいですね。え、明日も期待しております。 はい、続いて、北条選手です。4打数1安打1打点です。センターへのタイムリーツーベースヒット、センターフライ、ショートゴロ、ライトフライですね。えー、北条選手、スタメンで出てる試合全部でヒット打ってるんかなうん、だからめちゃめちゃいいですね。ほんまに、その、まあ、初回からね、そもそも点が欲しかったっていうか、まあ、近本選手の出塁によって、まあ、何か仕掛けて欲しいなという場面ではあった中で、 まあ、北条選手の一振りで、しっかりと1点に繋がった。もうこれ、素晴らしいですよね。もうマジでいいよな。守備においてもね、すごーく堅実にやってくれてる部分の方がね、大きいですし、まあ、エラーはね、まあ、実際ないので、えー、このまま続けてってもらったらなというところです。はい、続いて、マルテ選手です。4打数2安打です。ファーストゴロ、ショートへの内野安打、センターへのツーベース、ヒット、ショートゴロという感じです。えー、マ、ま、ルちゃん。 2二打席目、ショートへの内野安打。まあ、これはね、内野安打なのかなというふうに、まあエ、エラーとするのもね、ちょっと相手にかわいそうだなというふうにはなるんで、まあ、まあ、ま、内野安打しっかり走ってくれたなというところなんですけども、えっ、ー、と、一打席目からね、そんなに悪くないと、個人的には感じてました。まあ、ファーストゴロ、まあ、結果だけ見てしまえば、ただのアウトっていう感じなんですけども、えー、逆方向に、北条選手を三塁に進めるというね、しっかりとしたバッティングをしてくれたので、まあ、まあ、ここに関しても良かった。二打席目もしっかり走ってくれた。そして三打席目ですよね、 ねマルちゃんらしいね強い当たりがねやっと1本出ましたねもうこれを待ってたよまあ、今日ねその全体的に見てもすごく見極めという点において全然悪くなかったですしもうマルちゃんはまあ疲れもねもちろんあると思う。 だから、ま、正直、どっかで休ませるべきだとは、個人的には思ってます。怪我がね、一番怖いので、だから休ませるべきだとは思ってますけども、そんなにね、その、下向かんでもいいのかなというふうに、まあ、前向きに捉えてっていいんじゃないかなとは思ってます。はい、続いて、大山選手です。4打数2安打2打点1本塁打です。センターへのタイムリーヒット、センターフライ、センターフライ、センターへのソロホームランですね。えー、1打席目。まあ、タイムリー。まあ、初回から、 まあ、展開的にどうなんかな。まあ、ソフトバンクさんがね、ちょっと、まあ、調子が悪いというか、まあ、外国人選手がね、ちょっとっていうところもあるので、まあ、そこら辺も含めて、その、前進守備。まあ、ここで切れれば、という部分もあったんでしょうけども、まあ、それがね、まあ、半身的には、まあ、でも、前進守備じゃなかったも抜けてたと思うんですけどもね。まあまあ、それにしたってね、しっかりと、一球、しっかりと捉えてくれて、 で、えー、ソロホームラン。 これね、ちょっと高く上がりすぎたかなと思ったんですよ。まあ実際入ってくれたから良かったんですけども、個人的には3打席目のセンターフライが当たった瞬間いったと思ったんですけども、まあ伸びて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 、あー届かんかったなぁっていうふうには思いましたね。えー、そしてですね、3打席目のセンターフライ、まあ大山選手というよりかはマルテ選手の話なんですけども、マルテ選手がツーベースで出塁した後、大山選手のこのセンターフライでタッチアップで3塁に進んでくれたという点はね、マルテ選手めちゃめちゃ良かった。 だと思いますね、さっき言えば良かったなと思うんですけども、えー、大山選手に対しても、えー、2試合連続いい感じですね、えー、明日も期待しておりますはい続いてはサンズ選手ですね4打数無安打2三振1閉殺でサードへの閉殺だ三振三振サードゴロという感じです、えー、3打席目の三振に関してはね紙一重という感じなのかなとは思ったりするんですが ま、その、なんて言いますかね、マルちゃんが売ってる時はサンズさんがちょっと黙ってた時もあったし、その、マルちゃんが黙ってた時はサンズ選手が売ってくれたというところもあったりするので、まあ、クリーンナップ全員がね、働いてくれればめちゃめちゃいいんですけども、ま、あそういうね、こともそんなに多くあるわけではないので、まあ、ま、サンズ選手は、ま、今日はっていう感じですかね。 はい、続いては佐藤選手です。4打数2安打1打点1三振1盗塁です。レフトへのツーベースヒット、セカンドゴロ、ライティへのタイムリーヒット三振ですね。え、ツーベースヒット。まあ、正直当たりとしてはね、別に良くはないんですけども、レフト前にポテンって落ちて、ま、ツーベースしっかり走ってくれましたし、えー、ま、これがね、しっかりと点につながってるので良かったと思います。えー、ライティへのタイムリーヒットっていうところもね、ここね、まあ、半身ね、中押しいだ。 っていうところがね、全く打ててなかったんですよ。その中で佐藤くんがね、一振りで仕留めてくれた。これに関してはめちゃめちゃ良かった。ただ、一つ怖かったのが、投塁やんな。腕怖かったね、左手。もうマジで。まあ、実際ね、今シーズン、そ、それでね、その坂本選手の怪我であったりとか、っていう部分があったりするんで、まあ、そこだけがちょっと怖かったなぁというぐらいですかね。はい、続いて梅野選手です。3打数無安打に三振です。三振、ライトフライ三振という感じです。 梅野選手がまた止まってるっていう感じはするかな。うん。まあまあ、でもそのうち打ち出すんやろうなとは思いますが、まあ今日に関してはね、打撃はね、正直いいです。もうね、今日はね、リードやんな。もう僕がすごく印象深く残ってるのは、何打席目か忘れたけど、海選手との対戦。これはね、もうめちゃめちゃ頭使ってたね。まあインコース意識させて、まあ外も意識させて、最後はインスラ。 もう低め、もうバッチバチやんな。これはね、もうえぐいよ。もうこのね、配球はね、めちゃめちゃ良かったですね。まあまあ、明日はね、えー、どうなるかわからないですけども、まあ、バッティングの方でも期待したいと思います。はい、続いては中野選手です。2打数1、アンダー1、フォアボールです。フォアボール、ライトフライ、レフティのヒットですね。えー、フォアボールもしっかり選んでくれ。レフティのヒットっていうところもね、しっかりと。 まあ、その、無安打で終わるか、一本打つかっていうところは全然変わってくるので、中野選手もいい感じだと思っております。はい、続いて、青柳選手です。2打数無安打、2三振です。ピッチャーへの送りバント、三振、三振ですね。えー、っと、送りバント、これね、めちゃめちゃ良かったですね。ランナーが2塁1塁という場面で、3塁2塁にするという場面ね、難しいんですよ。もう一発で決めてくれましたね。グッとって感じですね。 ただね、その3打席目の三振に関しては、まあ、バント失敗の三振に関しては、まあまあ、その、勝ったからええやっていうふうにはなってくるんですけども、その、こういう後半の場面で、まあ、青井選手じゃなくてもね、その、昨日は熊谷選手か、まあ、それ以外でも、まあ、中野選手のバント失敗とかっていうところもあったりするので、まあ、後半でバント決めれたら、もっともっと良かったなというふうには思います。はい。 まあまあ、青柳さんに関してはね、今日はバッティングというよりかピッチングやな。もう完璧すぎたよな。え、この続きは後で言います。というわけで、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、藤波投手ですね。え、青柳投手です。8回投げて122球、6アンダー7三振、4フォアボール、1失点です。いやーね、まああの、数字だけ見てしまえば、4フォアボール。まあ、ちょっとね、荒れてしまったんかなっていう風に思われる方いるかもしれませんが、 青ワさん、その、簡単にファーボール出さんくなったね。まあ、勝負して、で、まあ、スリーワンとかっていうカウントにしても、まあ、とりあえずはフルカウントまで持ち込むっていう感じなこともほとんどできてたので、もうこれに関してはね、その、勝負した結果、ファーボールがちょっと増えてしまったというぐらいに捉えて、めちゃめちゃいいピッチングしてましたね。いやーね、まあ、その、ソフトバンクさん側からしてみれば、正直今日の球審さんは、 かわいそうかなと思います。まあ、阪身側からしてみれば、その低めのボールを取ってもらわない、青柳さんちょっと高めになったら怖いやんっていう風にはなってしまうんですけども、あそこをね、取ってくれる審判さんというところを活かして、低め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 ってね。いや、もうこれ完璧と言わずに何という、しかもね、久々の甲子園当番やんな。 まあ、誰が悪いって、まあ別に、その、神の溝を知るって話じゃないですか、雨なんてね。でも、青柳さんがね、その予告先発ってなった時点でもう雨マーク出てますからね。まあ今日はね、その、青柳さんが8回投げて1失点というところもそうですが、え、阪神園芸さんがね、まあ昨日の夜の時点からもうシートかけて、で、まあ4時ぐらいにはね、雨ちょっと、 と、まあ、パラパラぐらいだった中で、もう完璧に整備してくれてね、ねえー、そこからね、始まった青井さんのね、このピッチングもう素晴らしいと言わずに、なんという。 4勝2敗。まあ、クオリティスタートもね、まあ、めちゃめちゃやってくれてる中で4勝2敗。正直打線の援護とかっていう部分もどうなのかなとは思うんですけども、まあ、このピッチングをね、次回も続けていただきたいなと思っております。はい、最後ですね、藤波投手です。1回投げて11球、1安打1三振無失点です。うーんと、岩崎投手がね、抹消されて誰が上がってくるのかなーっていうふうに一瞬思ったら藤波投手で、おーって、ね。 まあ個人的にまあライブ配信とかまあツイッターとかでもちょろちょろ言ってますけども藤波投手の中継ぎっていうのは正直どうなのかなというふうに思ってましたまあ去年のようなねあの数字が残せると思ってなかったんですよまあ僕としてはねまあちょっと厳しめに言うとまあそういうふうに思ってたのでまあ先発だと まあ中継ぎにね、もう迷惑かけてしまうんですけども、第2先発を鼻から用意しときゃどうにかなるんじゃないかというふうに個人的に考えてたんですけども、まあ結果出したんでね、えー、すいませんでした。僕が悪かったですって感じですね。うーんとですね。まあ、とりあえずまだ1試合なので、まだまだ分からないです。 まあ、もっともっと言うなら、岩崎さんとかが帰ってきたときは、藤波投手の、その、起用っていうのはどうなるかっていう部分分からないんですけども、まあ、とりあえずね、中継ぎ当番というところが続いていくと思うんで、結果を期待したいと思います。はい、というわけで本日は6月4日、阪神 VS ソフトバンクの試合について語らせていただきました。ね、えー、まあ、オセロなんで、まあ、勝つやろなっていうふうに思ってましたって言いましたけども、えー、オセロでやるならば、明日は負けてしまうと。いえいえ、待てと。 デイゲームやぞ半身デイゲーム負けてへんねんぞっていう風に思うと、明日勝てるんちゃうっていう風にね、まあ、勝手に思っております。デイゲームでね、勝てるように頑張っていただきたいなと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。